どうもマグニーです。本日はテレビ東京で毎週金曜日6時58分から放送のこれ考えた人天才じゃねという番組とのコラボ動画第2弾でございます。世界のねライフハック術を紹介している番組でございまして、ライフハックというのはですね、家や職場で物事を楽に済ませる、工夫や知恵のこと。元は IT 業界で仕事を効率よく進める仕事術という意味で使われ始め、今では生活を快適にする方法などで使われているということで、今回はですねそのライフハック術の中の一つを行っていきたいと思っております。はい、今日はねこちらをご覧ください。このコーラを使ってね簡単にシャーベットを作る方法をね試してみたいと思います。今回ね私2つ用意しております。なぜかこちらは常温で保存しておいたもの、こちらは冷蔵庫で保存しておいたもの、霜がついてますね。両方でやってみて、その仕上がりのシャーベット具合をね検証していきたいと思うんですよ。方法としてはね、まずこいつを、中に泡が出てくるまで振るんです。いきますよ。はい、このように泡がたまりました。それでは今から冷凍庫の方に行きましょう。はい、こちらが冷蔵、こちらが常温ね。閉めます。はい、冷凍庫の方に入れてまいりました。今からですね3時間後またオープンして、シャーベット化させたいと思っております。今ね出しました。こちらが常温のもの、こちらがちょっと冷えてたもの、もうちょっと固まっちゃいましたね。こちらが常温のもの、ちょっとやりすぎた感じがありますけど、いきますよ。あまり衝撃を与えないでくださいって書いてましたから。うわー、常温、入れてみます。うわ、ただの水や。てかもう結構もう固まってる、ほら中で。これが常温のものですね。多分失敗したな。あ、こっちも固まってるわ。もうほらすでに固まってる。ほな普通に凍らしただけやんけって話になってくる。ここだけ、この瞬間、このタイミング、このタイミングだけ、今んとこだけちょっとしゃべる。シャーベットにはなりきりませんでしたね。これ懲りずにチャレンジです。いきます。はい、オッケー。ちゃんと3時間測ってからやりたいと思います。よいしょ。3時間がもう経過しようとしております。ゆっくりゆっくりコーラを出したいと思います。あー、やばい。うちの冷凍庫は冷えすぎてんのかしら。それではいきます。うわー、ダメだー。はい、一応シャーベットっぽくなりましたが、注ぐタイミングと同時に固まっていくっていう現象は見られませんでした。これ考えた人天才じゃねのウェブサイトにはですね、ちゃんと成功している動画がございますので、そちらをぜひご覧ください。今回私2回チャレンジいたしましたが、思ったようにうまくいきませんでした。このようなですねちょっと、簡単にやってみたくなるようなライフハックがたくさん、あるサイト、そして、それをお送りするテレビ番組となっておりますので、皆さんもぜひご覧ください。下の概要欄にね、リンク、ご用意しておりますので、参照してみてください。ありがとうございました。マグニーでした。